海の幸の消費拡大につなげようと、金沢市は甘エビ漁などを行っている漁師を小学校に招き、交流会を開きました。金沢市の田上小学校には、甘エビ漁をはじめとした底引き網漁を行っている漁師歴45年の鳥居淳二さんが訪れ、5年生の児童と交流しました。鳥居さんは、漁は深夜11時ごろに出発し、港に戻るのは翌日の夕方6時から7時ごろ。荷揚げをして1時間半ほど休憩した後は、すぐに漁に出るなど、漁師の生活について話しました。また漁をしている様子を収めた映像を交えながら、子どもたちに分かりやすく漁師の仕事を説明していました。海の幸のことをよく知れてとても良かったということと、あと今海の問題や後継者がいないといういろいろな問題についてとても勉強になったことだと、甘エビやカニ、ズワイガニなどのことをよく知れて良かったです。水産業に興味を持ってまたいろいろなことを調べてみたいなと思いました。漁師さんがたくさんなんか頑張って大切にして、朝貴重な時間を削ってまでちょっと自分たちが食べれるように働いてくれてちょっとありがたいと思いました。なお金沢市は今月、水産物の消費拡大や食育の推進を目指してすべての市立小中学校の給食に金沢産の甘エビを提供しています。